こんにちは。海心整骨院の中山信弘です。皆さんは、寝てるときによく目が覚めて、トイレに行ったりとか、なかなか寝つけないことってありますか？今日は寝る前にこの体操をして、ゆっくり寝れる方法をご紹介します。それでは仰向けに寝ていただいて、膝を立てます。つま先の下にクッションなどを敷き、つま先を少し上げておくとよりやりやすいです。へその下あたりに手を軽く乗せておく。両手を軽く乗せておいてください。そして呼吸に合わせて膝を左右に少しずつ動かす。このように吸う息で左、吐く息で右、このようにして動きをだんだん小さくしていきます。できれば数ミリくらいの感じにゆっくりと持っていきます。この動きをなぜするかというと、体はじっと動かないでいるときも、大きく動いているときも、姿勢のバランスを取る微妙な動きがあるんです。この姿勢のバランスを取る微妙な動きが、柔らかさを失ってしまうと動きがぎくしゃくし、疲れやすく呼吸も浅くなるということなんですね。そうなると結果として眠りも浅くなり、体の動き、疲れ抜けにくく悪循環になってしまいます。今回はこの体操をして、ゆっくり寝れる方法をご紹介しました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。